ゴンバギャラクシー。ゴンバギャラクシーですね。頑張ってしてですね。まずは宇宙テースから行こうかと思ったんですが、マリオまずは宇宙テース呼んで、一回動かないという選択しましたね。さあ、ルイージングメンバー逃げ、なるべく地に足つけた方が早いですよというコースになってますんで、低め低め攻めていきたいね。さあ、これはどうか。ルイージングメンバー、おー、そっちか。そっちが壁キックやな、ここな。この辺に関しては特に浮かし要素ではないですから。おー、貫中を取っていく。はい。ルイージちょっと見捨てる。チャンス。その隙をついて、まず俺が先手に変わっていく。さあ、ルイージングメンバー、そのまま立ち往生ちゃうか。あー、これやばそうやな、突っ込んだら。ある程度突っ込みつつ、あ、いける？これ。針で、気絶だけは勘弁してくれ。針じゃなければ大丈夫そうやね。ヒップドロップのモーションで、あ、キノコいるな、これ。キノコ必須捨てですから、フリを間に合うな、これ。宇宙テースしようか。いけ！ゴリ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 、危ない、俺が宇宙テースされる、動けない動けない、最悪や。全く身動き取れなくなっちゃった。いけ！さ、フリをどこ？ふ、もう一度？中間？やばい、行かれるワールドの顔されるぞ。急ぐ、中間取ってる場合ちゃうわ。とにかく行かないと負けられる。足場全部取られるぞ。急ごう。ルイージ、狙いに行きすぎてずれだって。ゴーゴーゴー、低め低め低め。フリーおった、フリーおった。さあどうだ、やつの勢いや手応えはどうか。なんで帰ってくんねん、なんで帰ってくんねん。もう行ききれよ。どうだ、え、下でやってる。さあマリオ、マリオ帰ってきた、マリオ帰ってきた、復帰しましたね。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。ブームのバヤハ、ブームのバヤハスタート。てってれてってれ、30秒急ごう。1の1やな、これ。ショートカット行こう。押した、よし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 。この制作者のことやから、どこか3つやと思ったわ。だいたい4つ目がショートカットなんですけど、なんか怪しいなと思ったから、下押してみたらいけた。ふっ。さあ、これで、五輪、オッケー。バウザーキャノンボックスキャッスル。バウザーキャノンボックスキャッスルスタート。なるほど。さあ、ボックスを取っていってという形やな。おー、そういうことか、やばい、手柄泥棒捨てになっちゃう。ここ、子猫が逃げるぞ、早くしないと。青いとどいてくれ。オンオフ、自分勝手に変えられるぞ。早く行こう。えい、ゴー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 、子猫がやばい、有利になっちゃう。過去に向かってくれ、みんなで。どう、あ、まだ行かれへんって。当たってないもんね、あれに当てなあかんねん、ちゃんと。オープン、来た。からの、おー、突っ込め突っ込め突っ込め、いけ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 、おら、誰だ、俺か俺か俺や、チャンス、よっしゃ、これ割り込め、ゴール来いか、ゴール来いか、おもろいね。ゴール来いかじゃなくて、ゴール来いや。ナイス、オープン、うえいてれれれれれれと思ったけど、そんな痛くなかった。なんだそれ。おー、危ないぞ、ナイス、ヒット、お、ナイス、ありがとう。なんやこれ、危ない、とりあえずオンを変えようか。ふっ、うわー、ナイス、ヒットか、誰か撃たないとあかんな、これ。うまく撃って、上空停止されたら嫌やな、これ。下におった方がいいわ。ルイージ頼む、上空停止でオンを変わると思ったら嫌やもんね、プリッてして。さあ、青いと向かってくれてんな、行ってくれ、俺のどうか、サンキュー、来た、トンパン、トンパン、トンパン、オッケー、いけ、ゴー、ジャッジ、うわー、どうだ、ルイか、ルイの方や、ルイの方、プリオ、ルイの方、俺俺俺、マリオのやつが反応した、ウェーイ、結局ここまであんのかい。ほんならば、ここまで火力出る、ちゃんとあるかわ、そうだな、ここ、やばい、取られるワードか、誰だ、ルイだ、ルイだ、あ、誰、俺、え、誰、いや、まだあんのかい、長いな、もう何回このテンションの上げ下げ、そうか、これ、そういえばバウザーキャッスルやったわ、そういえばそうやった、タイトル名今思い出したわ、危ない危ない危ない、ちょいちょいちょい、もうごちゃごちゃしていて、ほんまに意味がわからない、誰誰誰、俺や俺や俺や、フリオ、ルイの方、フリオ、え、誰、子猫持ってる、やばいやばい、行かれる行かれる、うわっ、青いと行ったで、オープンしよう。さあ、こっから押したもん負けか、前出た方がいいね、押したもん負け、押したもん負け、危ない、青いと押すつもりやぞ、いけー、おー、ルージメンバーか、
最後までわからないという、まあ盛り上がりしてですよね、いろいろあるけどなね、盛り上がりしてですね、ウィンターマラソン、ウィンターマラソンスタート、重要なアイテム出る可能性あるがキノコのみであれば大丈夫だね。さあヒップドロップかけながら、これ自由に進めないやつですからね。はいよ。さあ危ないよ、さすがにそれは。じゃあキノコ取る暇あると思うんで、フリを着てるけどね。手持ってどうしようかな。この厚コンで大丈夫かな。大丈夫そうやね。滑っていってゴール来そう、なんかゴールのような感じがします。そうやんな、俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。一路にケーブインフォメーション、ケーブインフォメーションスタート。さあ子猫と同時にヨッシー取った人おるぞ。これはまずい、逃げるぞ子猫。ヨッシー部隊が来るぞ。しゃがみジャンプ主軸にしていきたいが、おっと子猫もあれやな、俺がしゃがみジャンプで貫通すると勘違いしてヒップドロップ入力したな。でパックン出る前、よし出る前に申し込んでいって、さあこれは間を割っていく、さらにしゃがみジャンプでぶつからないように、さあつるっぱげという方々もおる中で特大特技をかわしていく。三段ジャンプで全く問題ない。おっとちょっと一瞬引っかかったな、ドッスンチラッと見えたんでそのまま行きますよとワンちゃんですが問題ございません。オッケー、インフォメーションでしたね。なかなか面白いコース。ありがとうございます。三段ジャンプでゴリン。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。マイ100数。マイ100数、スタートーさあ、特大猫から行こうか。で、これで、ジャンピングメンバーから、おっ、プレゼンだったが、キラーを提出したのみやな。別に関係ない。急ごうか。急がなくていいか。猫取る方がいいか。ゆっくり。ゆっくり猫を取ってる以上かけよう。はい、それで効率良さそう。ゴー。さあ、ピート1、押さないでいく。そのまま亀裂を選択。これ押さなければならないですからね。で、オンオフ変えて、オッケー、いい感じ。ん？大丈夫？ここね、ちょっと足もないとか怖いからね。はい、甲羅持っていきましょう。さあ、これが上登りして、裏になるじゃん、甲羅が。で、こっからこう上がって、ていた猫の補充とかもある、親切に。このまま慎重に上がっていって生切りいきますわ。さあ P スイッチを各自押してこちらに向かっているという連絡が入りましたね。猫補充。さあこれでボス戦か何かしらかな。結構難しいコースやなこれ。壁キックだ、いけることか。一旦待ってからこうやね。いやー結構気絶しそうやで。大丈夫か。ゴー。うわー、あ、ファイヤーあるんか、よかった。ファイヤーがあってくれればこれ打ち込むわ。ファイヤー打ち込みゲーム。ただ後続が来るかもされない。普通に一旦かわしたいが、かわせないでいく。これとこれ止めとくか。え、これ邪魔やな。これこれのおかげで、あ、これ破壊できた。来いクッパ。あ、クッパどっか行ってまう。あ、大丈夫。おいで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 、来た、上がってきた。さあ誰か来る前に、いけるか、間に合ってくれ。おお、おっしゃ。さあ結構ルイージ来てるな。あ、俺どこ、あった。オッケー、特大階段ですね。カッコーン。一の一レフレクトコマンド、リフレクトですね。1の1言うてるからね。おっと、まあここは間からって感じやな。さあ特にショートカットどうか。ショートカットが関係ないか。ショートカットあったっぽいけど、もう行くしかないか。止まってる場合じゃない。さあ青いとスター取った可能性あるな。急ごう。さあ青いとスター追い込んでくるか。ルイージはそこのちょうどその申し訳程度のやつでなんとかなったみたい。危ねえ、なんとか体入れたな。アコペン、アコペンコーススタート。これはアコペンオートマリオみたいなもんか。これは危ない。これは縦にしよう。うわー、生ぐらいした。ちょっと待って、青いと冷静やな。そうやな、下から行った方がいいんじゃない。あ、鍵持ってる人おるな。ヨッシー、やばい、ヨッシーはさすがに負けるぞ。でもヨッシー捨てたん。この子有力のヨッシー捨ておったぞ。青いとは、青いとはどっか行ってる。気絶してんな。ふっ、ゴリン。さあ、フリアナイス。ご視聴ありがとうございました。一体、よれ